にダメってならないと真剣にやれないんですよあの1年で結果出すなんて絶対ありえないですし、だから早くやった方が勝ちですすぎやま製作所さんは B2B から B2C に1社で完結されましたけれど、こういう作業って例えば1社だけではなかなか難しいけど、あの会社と結びついたりとかっていうことで実際に実現できる可能性っていうのはあるんでしょうか。そうですね、もちろんあると思います。で、社内だとなんかこれしかできないとか、これってこれにしか使えないっていうことを勝手に思ってるんですね。でも社外からこう人を入れることによって、全然違う目線からそれの魅力を引き出してくれたりとか、することってやっぱり多くて、なのでうちの会社も本来だったら社内デザイナーいるので、社内のデザイナーだけで完結すればいい話ですよね。でもあえてこれ社外のデザイナーを入れるというのは、一つはそういった違う目線が欲しいっていうことと、あと社内だけでやるとどうしてもできることしかやらないんですね、社内って。でも外からデザイナーさんを入れると新しい課題をくれるんですよ。あ、こんなことできるならこんなこともできないとかっていうのを出してくれるんですね。これね、社長がねそういうことをやれって言うと社員は言うこと聞かないんですよ基本本当にどこの会社もそうだと思うんですけど、こんな忙しいのにそんな社長がね、こんなできるわけないことを、なんでそんなことをね、こう不満になっちゃうんですね。それが不思議なことに、デザイン社外の人が来て話をしてくれると、あ、こんなこともできますみたいなことがやっぱできるんですね。社内をこ うまく回すために社外の人を入れるっていう、だから社外の人とコミュニケーションはちゃんと取らないと、私が、ね、取らないといけないんですけれども、でもそういう戦略のもと社内をうまく回すっていう方法で、その社内で一貫してるだけじゃなくて、そういう社外の人を入れることによって、その人からのアドバイスで逆に異業種さんとコラボレーションしたりとか、デザイナーさんとかは特にね、いろんなメーカーさんとお知り合いなので、そういうところでこう、あ、この会社とコラボレーションしたらいいものできるんじゃないのとかっていうのも結構あるので、うちも今鉄だけしか作ってないですけど、実際商品見ていただくと木があったり布があったり、いろんな違う素材めちゃくちゃあるんですね。でもこれはやはりそういうところでやっぱり情報をいただいて、そういうお願いをこう外の方にお願いするときも、やっぱりこう同じ思いでこう作る人たちっていうのがこうつながっていくので、そういったところをこ うまく使っていけば十分チャレンジができると思いますし、あと何でもいいから小さいチャレンジを止めないっていうことですね。それが一番大きくて、大体皆さん一生懸命すごく力入れてやって、一回やって失敗するともうやってないんですよ、どこの会社さんもやっぱり。だからそれをやめない、それを反省のもと、もう一回それをこう作り直す、また新しいものを作るんじゃなくて、それをどんどんこう改善していって、徐々に売れるものにしていくっていうことになるので、やっぱり3年間ぐらいは我慢してやるっていうことが大きいですね。1年で結果出すなんて絶対ありえないですし、だから早くやった方が勝ちですとにかく早くやった方がいい、ちょっとでも、ダメになってからじゃなくて、うちはだから会社がね、会社がもう本当にダメだっていう前に、はい、まだ体力あるよっていう時に、はい、チャレンジをしていくっていう、やれていった方がいいと思うんですけど、でも本当にダメってならないと真剣にやれないんですよだからでうちも本当にダメってなったから頑張ったんでできたんで、でも10年ぐらいかかるんで、そうするとめちゃめちゃかかっちゃう10年かかってやっとやれることができるようになったんで、最初の10年はもうめちゃめちゃ苦しいんで、そうです。だからね、その危機感を経験者だから分かるんですけど、経験してない方にどう伝えていいかは本当難しいんですよ実際のところ。でもまあそういうことだと思います。やり続ける方は早いと思います。小さいチャレンジを何度もへこたれずに、へこたれずにやると。そうです。ダメでもやり続けると、多分3年ぐらい経つと芽が出ます絶対に。